どうも、アジです。クスケです。今回からザ・パスト・ウィジンっていう協力ゲームをやってみたいと思います。でこちらどうやら過去と未来に分かれて協力し合って進んでいくパズルアドベンチャーとなっているようで、うん、どうやら有名なラスティレイクっていうシリーズのまた新たな作品となっているようです。はい、で、かくすけさんはラスティレイクはやったことありますか？やったことないんですよね。興味ありつつもちょっと怖いっていう話を聞いてて、それが勇気出せなくてね、プレイしてないんですよ。乗り越えられない壁が、あって。僕もラスティレイクはやってないんで、もしかしたらシリーズ的につながってるのかどうかもちょっとわからないんですけど、うん、でストアを見てみたらアルバート・バンダーブームの策略を明らかにって書いてありました。はい、誰やねんっていう話なんでね。知らないな。そう、もしかしたらそのラスティレイクを知ってる人には、あの人のみたいな話なのかもしれないけど、うん、僕たちはちょっとわからないままね。ねえ、そうそう、うん、で逆に、後にラスティレイクをやった時にあっていう風になるかもしれないっていう期待を含みつつやっていきましょう、うん、ですね。そうそうそう、ね。じゃあこれ新規ゲームということでまず押していけばいいのかな。はい、そういえば何もテストしてなかったですね、はい、接続の。そうね。新規ゲーム、そうだった。操作方法、さあパストフェイスインは協力プレイ専用のゲームです。プレイするには両プレイヤーがゲームを所有している必要があります。うん、OK です。はい、じゃあプレイヤーはそれぞれお好みのプラットフォームで、あ、どうやら iOS とかでもできるらしいですよね、これ。できるんですね。いや、いいですね、それなら。ねえ、優しい。おすすめしやすい。そうそう。で、プレイヤーはテキストまたは音声でのやり取りでパズルを解く必要があります。はい。はい、ね、同じ部屋でプレイしてますか？お互いの画面を見ないようにしましょう。もし行き詰まった場合は、ああ、ちょっと覗いてヒントを得てください。なるほどね。いいですね、それ。チラッてさせて。なんか可愛く感じちゃう。ね。なんかあのピクサーみたいだね。ね。オンラインで話したいですか？私たちのディスコード、あ、それはいいかな。そんなのがあるんですね。ね。直接 DM。 じゃあ次。はい。ラスティレイクへようこそ。あ、やっぱりここはラスティレイクへって言うんだね。あ、ですね。ここでは集めた記憶が小さなキューブの中に保存されます。はい、セーブ中マークかな。あ、そういうことか。あなたたち2人はこの場所に一緒にいます。過去または未来を選択しましょう。お互いの選択が同じにならないようにしてください。お、どっちにします？で、ここで、あ、なるほど、オンラインプレイっていうよりも、はい、あれなんだね、ここで意図的に選択を分けて、やっていくっていうことなのか。ねえ、もう過去と未来っていう段階でもう僕の中で、かくすけさんかこすけになっちゃってて。OK です。じゃあかこすけになりますね、今回は。かこすけで。OK です。頭からそれが離れなかったんです。じゃあ私は未来で。全然ここちょっともじれないんだけど。はい、じゃあかこすけと私未来人でやっていくね。はい、じゃあ未来。過去でいきます。はい、あなたは未来を選びました。もう一人は過去を選びましたか？はい、はい、じゃあはい。過去にいる人を信頼できるわけないじゃないか。え、違う。未来にいる人の声が聞こえますかって書いてあるのに。本当に？はい、そっちは信頼しないといけないんですね。あ、なるほど。じゃあ信頼する。してください。聞こえます。はい、超か蜂を選んでください。過去にいる人も同じものを選ぶ必要があります。え、2種類あるんですか、ストーリー、ひょっとして。あ、なんか書いてあったような、いや、でもなんか章があるって書いてあったから、これ8章と長章なのかな。なるほど。じゃあ左の8からやるべきなのかな。かな。じゃあ8、産毛が生えてます、はい、8でいきましょうか。はい、ね、あなたは8を選びました。過去にいる人も8を選びましたか？はい、 はい、あなたは開始する準備。あ、はい、私準備 OK、はい、OK です。はい、はい、記憶に残るものにしようじゃありませんか。はい、しようじゃありませんか。はい、あ、なんかつなぎ込みとかないんですね、特に。 ね、 ね、未来第一章。え、そっちは過去第一章。はい、過去第一章です。もう過去すけ第一章。過去すけ第一章。クリックして続ける。はい、わ、むむ、もう全く違うんでしょうね、多分ね。私ちょっと
とですね、便箋と9つのボタンが書いてあります。便箋と9の、あ、便箋ね何ですか、ヴィンセントっていうのがあるかと思っちゃってヴィンセンでした、メールの方でした。はいはいはい。で僕の方はね、なんか電子レ、いや違うな、一体型の PC みたいなのが目の前にあって、で右にはもしかしたら便箋から出されたんではないだろうかみたいな、なんかイラストがあります、うん、へえ、あ、全然違いますね。ね、これあれね、2人の視点がちょっと異なりつつの、うん、We we are here、yeah. We we are here の平面版みたいな感じでしょうかね。ですね。あ、ちょっと時間軸は違うんだろうけど、うんうん、で僕の場合はその目の前にある PC だと仮定しての電源マークがすごいホワホワ押せ押せって言ってくるんですよ。私も手紙が押せ押せって言ってます。あ、言ってる。じゃあ私押してみますよ。はい、クリックして拡大、全然、あ、違うね。あ、拡大したわ、うんうん、なんだろうこれ、あ、これ戻るか。私の方は、はい、僕は電源押してみるね。あ、はい、どうぞ。私手紙の中身を見ました、はい、ああ、父から娘に対しての手紙っぽくて、ほう、1926年ラスティレイクにてって書いてあります。へえ。お前がこの手紙を、ね、あ、ごめんね、はい、読んじゃって読んじゃって、はい、読んじゃいます。お前がこの手紙を見つけたということは、うん、私はもうこの世界には存在しない、だが希望はある。ここ数ヶ月の間、私は未来のお前、未来の信頼できる人物に連絡を取るための装置に取り組んできた、うん、お前が今いる部屋はこの人物に影響を受けるかもしれないので気をつけなさい、まずはこの箱を開けて次の指示を待つようにって書いてあります。おお、なるほどなるほど。で、そのお父さんが、亡くなったお父さんが見つけた人物が今私、未来の私ってことなのかな。うん、そういうことっぽいですね。ね。で、うん、僕は PC の電源を押したらロードが始まって、で、はい、文字、もう本当昔の、ブラウン管の緑の文字が走ってるような感じの PC なんだけど、はいはいはい、そこにキューブ型装置 018F へようこそ、このキューブ型装置には過去の人物がいる部屋の記憶が保存されています、うん、でエンターキーを押して続けますになってます。はい、あ、続けちゃってください。じゃあ押しますね。はい、ん、あ、なんだ、気になる、なんかね、なんて言ったらいいの、緑のそのイラスト、はい、モニターに映し出されるイラストに、うん、からふわっとなんか紙がプリントアウトされてるような感じのイメージ図が上がってて、イメージ、あ、上と、はい、上と人物とチェストみたいなのが出たり入ったりしてるのを繰り返してる。え、何それ。え、でさらにまたエンターキーを押して続けますになってます。な、笛って言いました、笛、あ、テーブルと人と、うんうん、チェスト、うんうん、テーブル、人、チェスト、はい、が並んでる写真みたいなのが上下に出たり入ったり出たり入ったりがいまいち分かってないですけどなんかね、これの表現がよく分からないんだけどな。あ、まあ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 、チェスト、私なんか 3×3 の、あ、わいわい、なんか適当に開いちゃいました、失礼しました、そちらに、あ、いいっすよ、そちらにヒントがあったかもしれないんですが開けちゃいました、うん、失礼。あ、そうそうそう、冒頭で言っとかなきゃだったね。これその視線、あと僕たちの視線がまたそれぞれ違うっていうことで、お互いのものを見ていただけると、より、うん、ああなるほどねみたいなのが楽しめると思うんで、うん、ぜひとも2チャンネルでご覧いただければと思います。ですね、きっとそれぞれ楽しめる。でどうしよう、僕の方はエンターキーを押して続けますが、まだ、はい、続けちゃってください。押してみるね。はい、あなたは今過去の人物との接続を確立しようとしています。警告、何らかの手を加えることでこの装置内の部屋に影響を及ぼす可能性があります。はい、でさらにまたエンターキーいきますね。はい、アクセス確認のため記憶の
年を入力してください。予約の年、うん、うん、で1900になってるんだけど、はい、これがあれか、うん、さっきカキが言ってた年ですね。1926年です。26年、こういうことでエンターかな。はい、アクセスが許可されました。次の情報を過去にいる人物に伝えてください。来た、ここの三掛けの3 が来ました。ね、はい、クロスしてる感じ、ね、左上から右下に向かってと右上から左下に向かっての5マスが埋まってる。はい、はい、開きましたね。マッチが出てきました、はい、マッチが出てきた。あ、で僕エンターキーを押して続けます。過去にいる人物が箱を開けたことを確認してください。あ、はい、じゃあ開けました、はい、マッチが出てきた。はい、あれこれどれで操作する、あ、こっちか。私別のところに移動できるっぽいです。移動します。え、誰か叫んでる。え、何、怖い、叫んでる。あ、ガーが、ガーガーみたいなの、え、これが蜂なのかみたいな、その緑の絵が出てきて、うんうん、マッチが降ってきた。あ、マッチだと思う。蜂にマッチを使えっていうことですか。いや、でそこから画面一気に引いて、テーブルの上に落ちてきたマッチ、うんうん、もう本当物体的にマッチが落ちてきました。あ、へえ、落ちてきたんですね。そっちも。うん、でちょっと押せになってるから押すね。押してください。ん？あ、でマッチ出てきたよ。あ、出てきました。マッチが3本となんかね、蓋が入ってる。蓋が入ってる。蓋っていうのかな、これなんかのスイッチみたいなのが入ってる。あ、スイッチだ。よく電子レンジとかの切り替えるような、うん、ああなるほど、うん、でそれをクリックしたら、うん、右のスロット、うん、アイテムスロットのとこに入りました。うん、スイッチとマッチが入ってるんですね。で今マッチ3本が、そう、私の方は冷えたスープを手に入れました。追加で冷えたスープを手に入れた、はい、別室にいたってことですよね。はい、あ、うんとですね、あ、同じ部屋の別のあれかなってことなのかな。ですね、なんか一個の正方形の部屋に閉じ込められて、その四つの面に対して見ることができる感じになってて、ぐるっと見て回る。ああ、なるほどね。はい、はい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 。ステンドグラスみたいなのが綺麗な扉との一面と、あと写真が四つ飾ってあって、あとはストーブが置いてあって。ちょっとしたパズルがある ABCDEF12345 みたいなパズルがある箱とか、4桁アルファ、あ、4桁の何かマークを選ぶ箱と、うん、4つの写真と、あとはですね、お父さんが多分亡くなってて棺があります。アルバート、アルバートバンダーブームさん、バンダーブーム、はい、ほう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 、あ、なるほどね、なるほどね。で、ちょっと僕の方また切り替わりまして、はい、続行するには加速確認が必要です。入力パネル P17 を起動し、正しい絵の順番を入力してくださいになってるんです。はい、OK。で、そこでちょっと驚きだったのが、正面から見ている平面図だと思っていたんだけど、はい、実はこれ 3D で、この僕は PC って言ってたの、うん、が立体的に4方向から見え、なんなら上も見れる。へえ、面白そう。そう、いわゆるなんだっけ、ザルームとか、うん、ああいう箱開け系みたいな感じのやつになってる、うんうんうん、なんか最近そういうゲーム出ましたよね。あ、出てました。いや、私チェック不足かな。鍵刺すやつ。あ、出てましたね。うんうん、そう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 。なんかそれな感じ。で、その箱の横面を見ると P17 っていうのは書かれてて、そこは光ってるんで、多分アイテムをそこさっき入れたスイッチを手に入れて、うん、指示されてる方に切り替えるんだと思う。あ、で、4枚の絵が出てきたぞ。あ、出てきました。うん、蜂の絵と。
家の絵とカラスの絵と二人の親子の絵が、あ、違うな。あれ違いますか？うん、左上から、はい、あれ、え、ちょっと待って、違う、こっちが変えるんだ。そっちは触れない？触ることできないですね。見るだけです。僕はね、あ、ちょっと待って、なななな、蜂の絵を触ったら蜂が飛んでいきました。びっくりした。ちょっと待って、え、で、絵は変わっちゃった？絵はですね、蜂が色がついてたのが白くなっただけです。だけ？はい、なんか蜂の絵の真上に蜂が止まってただけっぽくて、ただ。あ、そうなの、びっくりした。じゃあ、4マスの左上が 8？ いえ、右上が8です。右上が8。じゃあその左は？左上は家です。家、こっちはね、その影絵っぽく切り替えられるんですよ。なるほど、じゃあこっちの絵に合わせてそっちを変えていくんですね。では左下は？左下はカラスです。カラス、はい。で、右下が親子。はい。あ、ズーン、パパパパパとか言ってる。うん、すごい、おまぬけな音に聞こえますが。ズーン、パパパパパ。どうなりました？でね、今度なんか記号に変わった。あ、オッケーです。あー、記号は使えるのがあるんですよね、こっちも。ははははこれかな？で、こっちは今度記号触れない。あー、4つ記号を入れるやつがあって、うんうん、うん、なんか T の字みたいなやつと、剣の字みたいなやつと、リンゴみたいなやつと、丸 S みたいな記号、そういう感じの記号ですか？丸S はないかもしれないです。この、私が持っているこの記号のうちの4つを選ぶ感じだと思うんですけど、うん、あー、なるほどなるほど。ですね、多分そうだと思うんですよね。あ、そこですか。はい。え、カッキーさん、それはなんか切り替えられる？切り替えられます。あ、ね、うん、あ、それはどういう風に並んでますか？さっきと同じように。あ、さっき同じ田んぼの田みたいな感じです。じゃあ、左上が逆さ十字、はい、逆さ十字です。剣と言えばいいのかな、うんうんうん、剣ですね。で、その右が丸に十、丸に十、丸に、あ、十っていうのは漢字の十ね。真ん中を分ける感じですか？丸を。丸。丸を上下。あ、そう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 。はい、OK です。で、右下が、なんて言えばいいんだろう。なんて言えばいいんだろう。田んぼの田を、はい、の上だけ。上の、上のっていうか、なんていうかな。あ、分かってくれた？分かりました。中央の線がないやつ。上は、そうですね、そうですね。うん。長細い中央方形で、下が2つに分かれてるやつですね。そうです。はい。で、次、あ、その左が丸から直線が上に向かって伸びてるやつ。うん、あ、リンゴです。はい、OK です。これリンゴだったんだ。リンゴです。だっけ、リンゴって言ったとき、リンゴとか思って。これだったのね。これがリンゴでした。すげえな。 OK です。こっち石炭が手に入ったので、多分ストーブに石炭を入れるのかなと思いますので入れてみます。あ、なんか、あ、ネズミ走ってきた、びっくりした。あ、もうびっくりしますよね、そういう、ね、で、なんか僕の方ちょっと表示が変わったんで読みますね。あ、はい。家族のアクセス権を取得、シンボルの順番を伝えてください。警告、装置内の部屋はオーバーヒートする可能性があります。3つのスライダーで肺炎量を調整しますとかなってる。 ありがとうございます。今私がこちらでストーブをですね、うん、石炭ストーブをマッチを使って炊こうとしてたんですよ。ほう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 。だから私が死んじゃわないようにそちらで、あ、調節してもらうっていう感じでしょうね。3つのスライダーで出てきました。でもなんか電池がなかったりで、あ、これか。今煙もこもこしてるとかいう感じ？まだやってないです。大丈夫です。あ、大丈夫。私なんかなんとなく鏡を見たら後ろにカラス人間が、え
私の後ろにカラス人間が立ってる、保持されてます。あー、なんかただの実績だったっぽいですけど、あー、びっくりした。ちょいちょいやってくるね。ねー、そういう若干ホラーをやってきますね。あ、なんかスライダーね、触れることは触れる。あ、オッケーです。じゃあマッチ使っちゃいますね。うん、およっこいしょ。はい、あ、スライダー一上から3つ並んでて、上真ん中下ってあって、うん、でスライダー一番上が一番左側に設定してもらって、あ、一番左、はい、2番目が一番右、一番右、はい、で下が左から2番目、左から2番目、はい、はい、あ、カチャ、あ、オッケーです。あ、なんか煙ふわっと出て電池が出てきた。おほほほほほ。あ、電池ゲットだぜ。オッケー。じゃあ次。え、すんげえ黒煙上がってるんだけど。え、すごい。え、黒煙すごいんですけど。え、え、大丈夫？あ、そうか。で、この排気量が調整されたから、うん、ここで電池をはめるファンがあるんですよ。はい、お願いします。あ？13時15分。あ、オッケー。私で時間時計あります、こっち。あ、おお。13時15分ですね。うん。そう。オッケー。ああ。煙なくなりました。いろんなことが起こる。こっちのその PC の筐体から、はい、ファンが排熱をしてくれて、でも後ろからもすげえ煙上がってんだけど。で、そのおかげで置いてあった紙が吹っ飛ばされて、あらららら、なんか、ああ、こっち家が割れました、落ちて。家。なんてこった、すごいな、こっちの方がホラー被害多いですね。なんてこと。あ、そしたら家が割れたところから鍵が出てきました。え、何が出てきた。鍵です。鍵、キーです。ほう、仮面をつけなさいって言われてます。家、怖いこと起きるんじゃない。やだな。だろう。で、指示が変わった。あー、変わった変わった。換気システムを起動しました。時間を伝える。レンズをアンロックする。3つのレンズのスイッチを使って過去の人物がいる部屋の内部を覗く。あ、内部覗けるんですか。レンズってなんだ、ね、レンズって何、レンズなんだ。あー、多分でもこの装置にはそういうギミックがあるんだと思う。うん、で、ファンが回ったことによってなんか吹っ飛んできて、はい、すごい小型のキーが手に入ったんですよね。おー、あ、や、入ったわ。あ、あ、開いた開いた。レンズレンズレンズ出てきたよ。あ、オッケーです。え、なんだこれ。多分これカッキーからヒントを得ないといけないやつかな。なんでしょう。まあ、なんだろう、レンズを中心に左、うん、上右に3つの記号が飛び出してきたんですよ。あ、その左がマッチ棒で、うんうんうん、上が矢印で、うん、右がその十字架みたいな。マッチ、矢印、十字架、はい、 OK です、うん、私も鍵手に入れたので開けられそうなところを開けてみますね、うん、はい、お願いします。その前になんかお皿があるので冷めたスープをなんとなく注いでみます。え、あ、注げなかったです。じゃあ鍵使ってみます。あ、はい、あれ、あ、開けられましたね。これはほう、マスクゲットです。マスクつけなさいってさっき書かれてたんでつけます。ほうほうほう。雪の仮面を多分かぶったのかな。あ、不合不合とか言ってない。あ、かぶりました。え、そしたら部屋が寒くなりました。寒くなった。はい、雪みたいなのが表示されてて。はい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 。え、これをどうするんだ。矢印とマット。これ。あ、でね、僕ね、もう一個同時に手に入れたスライドっていうアイテムがあるんです。それがね、昔のその PC のフロッピーディスクみたいな感じで入れるスロットがあるんだけど、うんうん、そこに入れろってことなのかな、これ。入れちゃってみてください。ぜひ。あ、拒否られた。あれ？違ったわ。え、
違うのか。スライド？でもスライドは刺すポイントがないな今のところ。となるとまずはそのレンズ？さっきの言ってたヒントのやつですねきっと。これかな。青の人物。お、なんか触れるけど、どうだろうな、これ。ブライト？あ、なんだろうな、矢印と、なんか黒丸と十字架みたいなマークが、左と下と右に出ている表示はあるんけど。それじゃないかな？それかな、やっぱり。うん。左が矢印、はい、でこれレンズを中心にしてぐるぐる回せるんですよ僕。左が真左が矢印で真下が黒丸あこれはい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  で十字架が右です。右あ行った、あやった、あ中見てます。はい。中見てるのかな本当に分かんないけど。で、スライド、ステンドグラス？はい、そうです。みたいな。ステンドグラスにそれが書いてありました、ヒント。あ、本当？だから今ステンドグラス見てます、私が。じゃあ離れたら？私も見てる。お、他のなんか写真とか見てみますね。あれ、変わってないですか？変わってないな。ただステンドグラスの3箇所が点滅してるんですよ。あ、私もなんか点滅してるんですよね。え？あとここれとか何もならないですか？あ、なんか午後、あ、違う、私が見せた音か。え、なんだろう。中は覗けるけどね。何ができるわけじゃない。あ、ヒントが変わったのかな？今変わったかもしれない。なんだ？どこだ？わからないな。わからないな、これ。もうそちら触れるものないですか？今のところはか、試せていないのか。あと表示はとりあえず変わっていない。で、やっぱりステンドグラス。中覗けるってだけなんだよな。特に触れるではなく。はい。パズルみたいなのも一応一個あるのと、うん、次あれあれあれ、なんか勝手にこれの向きがさっきレンズで設定した、あ、私がなんか押したんですよね。したら元に戻っちゃったかもしれないです今。あ、そういうのがあるのかな。え、なんだろうなんだろう、今触れるものってなんだ。私ちょっとろうそくが3つあるんで、そこにマッチで火つけてみます、うん、あ、ごめん、あった。あ、ありました。あ、あったけど、これこう、え、火つけてみます、こっちはこっちで。はい、うん、特に何もならない。なんかカセットテープとかを再生するような、うん、それが開くだけであってカセットを持っていないので何もできにゃ。あ、できにゃですか。あ、ろうそくが取れた。カセットテープ、なんだろう、ろうそくをと一個手に入れ、あ、蜂が出てきた。蜂がもうやってることが本当に全く違いすぎてね、話すタイミング難しいですね。難しいですね。よいしょ、無理か。どれだ、なんだろう、どれだ、ステンドグラスなんですかね。でしょうね、流れからするとね。で、
多分そのここの装置が教えてくれた時間を伝えるレンズをアンロックする3つのレンズのスイッチを使って過去の人物がいる部屋の内部を覗くになってるんで、あ、一応覗いてはいるんですよねきっと、ね、そう覗いてはいる。で白くなってるステンドグラスが3箇所白くなってるんだけど、うん、はい、山みたいな絵と、オッケーです、そう、木の絵と、はい、あとキューブの絵、キューブ、オッケーです、キューブかな、あー、うん、来ました、動きました、あ、なるほど、ごめんなさい、私がはいはいはいって流しちゃってたやつですねそういうやあれなんだ、オッケーオッケーオッケー、はい、ですね、でさっきの矢印とかの場所が変わりました、うん、お、変わった、はい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 、変えるんでしょうね、オッケー、とまず1時の方向が十字架です、十字架、はい、はい、で7時の方向が黒丸です、7時が黒丸、はい、はい、で、10時が矢印です、10時が矢印、はい、うん、あ、いたいたいた、オッケーオッケー、あ、なんか変わった、今度ね、うん、またステンドグラスが、色を失いまして、はい、で、ね、蝶々、はい、蝶々とナイフ、ナイフ、この2箇所また変わりました、場所がまた、はい、4時が十字架、はい、4時が十字架、オッケー、8時が黒丸、8時が黒丸、はい、はい、11時が矢印です、11時、あー覗いた、あれあれあれ、4箇所になって、お、蝶々と山、蝶々と山、あとキューブとナイフ、キューブとナイフ、はい、また変わりましたので、また変わった、行ってきます、はい、あ、なんか私扉開けられそうな感じになったんですけど、一応伝えますね、変わったところ、うんうん、どうよ、12時が黒丸、12時が黒丸、はい、はい、3時が矢印、3時が矢印、はい、はい、9時が十字架です、あ、9時が十字架、あ、で、の、あ、開いた、人がいる、あ、仮面つけてる、かっき、あ、私、仮面つけてます、かっこつけか、カコスケです。カコスケ。やばいの受けたかもしれない。棺の前に立ってる。あ、棺の前に立ってますか？うん。私がぐるぐるしてるんですけど。カコスケ触ったらこっちに迫ってきたよ。ちょっと。そんな。あ？追い出された。あれ？追い出してないですよ、私別に。うわー。私も覗かれてるのを見てしまいました今。あれは誰？嘘。目が、覗き窓みたいなところから目が、見えた、怖い。結構なんかゾッとする度高いね、意外と。あれ、またネスコがいる。ネスコ。うん。あ、ちょっと逃げてた。で、僕の方のモニターがまた変わりました。過去にいる人物と視覚的に接触しました、はい、6個のスイッチを切り替えるフロッピーディスクを挿入するになった、ここでえ、じゃあフロッピー、あ、これやっぱり違うんだ、フロッピーじゃなかった、これ何ですか、スライドってなってるんで多分なんか、うん、まあ違うんでしょうな、うん、でね、なんて言ったらいいんだろう、変な、この装置にはそぐわないようなマークが2箇所あって、うん、水滴みたいなマークと、はい、抜けた歯、うん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 、みたいなマークが2つあるんすよね、はいはいはい、耳は書いてないですか、耳書いてない、なんかですね、こちらは骨地、肉って書いてあって、うん、肉地って書いてあって、骨肉地はい、で、はあ、人の顔があって口のところ、うん、鼻、血、耳、耳の肉みたいな感じで書いてあって、装置にその3つを入れなさいって書いてあって、おそらく棺に入ってるお父さんのそれを取って入れろって お父さん、そういうなんか燃料として使われてしまう、ね、死してなお
こんな使われ方をしてしまうので。でね、なんかね、今 さっき言った、カセットを入れるであろう、なんか音楽を鳴らすであろう媒体と、はい、で、あと、6つ並んだスイッチがあるんですよ。6つ並んだスイッチ、6つか。これはね、上と下に切り替えられるやつ。多分矢印とかでなんか書かれてるんじゃないだろうかっていう。こちらあります、それ。はい。お、いいぞ。ですね、上下に3つずつですよね。そう、うん、上が、はい、左から上、はい、上、真ん中が下、下、右が上、上、はい、はい、じゃあ下の段いきます。はい、は全部下です。全部下、はい、あ、いた、来た、よしよし、フロッピーデスク、やったやった、フロッピーなん、すっげえ久しぶりに見たわ。ね、未来編なのにフロッピーなんですね。ねえ、そこまで未来には飛べなかった。そうなんです、ね。黄色のフロッピーディスク。オッケー。すごいよね、フロッピーディスクって日本人が開発したんですもんね。ああ、なんか聞いた気がしますね。ねえ、すごいですね。ねえ。まあでも使われてるところは使われてますからね。あ、なんかほんで濃い人は使ってそう。うんうんうん、わざわざ使ってそう。そう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 。あ。あ、棺来た。あ、来ました。アルバート、あ、そうです。コードを伝えてエンターキーを押してください。で、アルバート・ヴァンダーブームの L。アルバートのルですね。あ、押せた。あ、押せる？うん。と V。V。はい。A。A、A、どの A ですか？あ、ごめん、ヴァンダーブームの A、ヴァンダーの方ですね、はい。で、そこから ND を飛ばして、ER、 ER で、B の横の O、 B の横の O、 わー、来ました。あー、いたー。あんま開けたくないな。何が待ってるみたいな、すっげーリアルなやつが出てくる。お父さんが寝ていらっしゃる。階段の鍵を手に入れた。あと胸ポケットから写真、あー、多分奥さんですね。なるほど。うん、IDAV。 あ、わかったわかったわかった、はい、あのね、棺を開けたら確認のための質問に答えてください。アルバート・ヴァンダーブームの真相に一番近いものは何ですか？で、A が4つ並んでるんですよ。あー、 OK です。じゃあ一番左から I とかやっていけばいいかな。I？ うん。あ、多分そう。はい。I。I。はい。D です。D。D。D。ダーですね。ダーです。はい。で、次 A のまんまで。A のまんまで。最後が V です。V？ V。あ、今日から言った。V。で、エンターキーを押して確定。はい、あ、来た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 、あー、来たー、過去にいる人物が祭壇の鍵を使用して3つの物質、過去、骨、肉、血を手に入れます。説明を選択してください。え、説明を選択、説明を選択で、なんかね、骨、耳、あ、変わらない、あ、そっか、うん、骨、骨、肉、血ってあって、はい、それぞれの取得方法を多分これから僕が伝えるんだと思う。あー、なるほど、 OK です。じゃあちょっと私いろいろできることありそうなので、いろいろ触らせてください、先に。あー、どうぞ。はい、ブードゥー人形があります。ブードゥー人形、あの、うんうんうん、首吊り人形みたいなやつがあって、あー、揺らせるけど、あー、またなんかなりそうだな、怖いだな、怖いな、あとはな。扉を開いて、あー、なんか、あ、そうですね、骨、歯と血と耳のマークが出てきたので、なんかそれが取るための装置な気がしますね。ほうほうほう、その装置が今見つかったので、多分今からアジさんの説明を聞いてやるんだと思います、うん、あー、了解。え、お願いします。骨選択しましょうか。はい、骨、ん？ハッチのロックを解除中で、僕さっき言ってた、音楽を鳴らすんじゃないだろうかみたいな
イラストが現れてハッチにアクセスする、過去にいる人物に歯の順番を伝える、骨を手に入れるらしい。じゃあちょっと見てくるね。はい。あ、開いたわ。あ、これどう言ったらいいんだろう。なんかね、歯のマークのところのハッチが開いて、はい、10個、マスがね10個並んでるのが2列あるんですよ。マス10、あ、歯、上下の歯でしょうね、多分ね。でしょうね。で、それの左から5番目、あ、右の前歯と言えばいいのかな。口開いてくれないです、ちょっと待ってくださいね。何口なんとか開かないと。もしかしてこれで口開くんかな。あ、口開く、開口キーゲットしました。あ、ナイス。口で開きました。さすがにつながりがなかった。さすがにOK です。バッ、いやー、はいはい、お願いします。で、左から5番目、まあ前歯の右側って言えばいいのか。前歯の右側。くー、なんかプルプルし始めた、他の歯が。え、これ僕押すんか。あ、ん、押したら、前歯の右側を押したら、うん、左下から2番目の歯がプルプルし始めました。え、左、下の段の左から2番目。はい。あ、じゃあそれ押すのかな、僕。あ、押した。そしたらね、はい、上の段の左から3番目がピカピカし始めました。ホワイトニングって感じだな。検視ですね。はい、押します。左から3番目、うん、上の左から3番目ですね。うん、はい。あ、そしたらですね、下の右から、5番目、下の前歯の左歯ですね、はい、右から5番目。はい、そしたら上の歯の右から3番目。右から3番目。はい。お、すると上の歯の一番右。はい。はい。あ、で、これどこだ？下の段の左から4番目。左から2、3、4番目。はい。すると下の段の右から3番目です。右から3番目。お、バゴ。あ、ごめん、間違えた。右から3番目だったよね。ごめん、はい、左から3番目。あ、ごめん。前歯のね、あ、でもまだ右側、まだ右から3番目プルプルしてますけど、前歯の右側。あ、押せばいいのかな。もう一回してみてください。あ、ダメ、NG だって。こっちが開かない。あ、そうか、ごめんね。前歯の右側で、右側、はい、あ、リセットされました。前歯の右側、リセット。そして、左、下の左から2番目。2番目で、上の左から3番目。上の左から3番目。はい。下の右から5番目。5番目で、上の右から3番目。右から3番目。はい。上の一番右。上の一番右、はい、で、下の左から4番目。下から下の左から4番目。はい。下の右から3番目。下の右から3番目。はい。あ、またついた。上の右から5番目。右から3、4、5番目。あ、歯取れました。あ、よかった、おめでとうございます。あれ、でもまだなんか言ってますよ。下の一番左がプルプルしてます。あ、嘘。ちょっと待ってよ、ちょっとよ、ちょっと待ってね。なんだっけ、下の一番左です。ね、またリセットされちゃった。あれ、本当ですか。うん。あ、じゃあいいのかな。あ、でも僕の方がなんか開くんかな、これ。うん、なんかもう一段階あるっていうことは。うん、触れなくなっちゃいましたけど、私から。本当？うん、あ、じゃあいいのかな。ずっとプルプルし始めてるので、もしそちらでやることがあったら下の一番左で。そう、一番左押したらね、もうリセットになっちゃうんですよ。あーらららら。ら、え、じゃあこれはもう一回やった方がいいのかな。ね、まあやってみますか、一応。やってみますか。うん、前歯で、そんで左から二番目。あ、ごめん、一回リセットした方がいいのか。あ、カッキーさんの方。私リセットできないんですよ、もう。あ、できないんだ。はい。前歯の左から2番目ですか？あ、上の？
上のね、上の段の、左から5番目からスタートなんだけど、ああもうできないっぽいです。あ、できない。あ、じゃあいいってことなのかな、うん、いいのかな。ひょっとしたら実績とかがあったかもしれないですね。うん、かもしれないですね、うん、じゃあちょっと脱出してみよう。じゃあ歯は取れたので歯の入れ物に、もしくはこっちが終了したっていうことを終了確定のためなのかな。あー、なるほど。あ、そっちでパンってなって、うん、終了確定かもですね。ね、じゃあまあいいか、うん、とりあえず。じゃあ次、耳みたいな、これ肉らしいね。うん、じゃあ歯をとりあえず設置します。あ、はい、OK です。OK。で、肉ですね。肉。あ、またハッチのロックを解除中になりました。あ、はい。ハッチにアクセスする過去にいる人物がすべてのろうそくに火を灯し、日記を配置する、スライドに関する情報を伝える、肉を手に入れる。なるほど。ろうそくに火をつけますね。はい、どこ、あ、開いた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 ぞ。鍵が手に入ったので、それで、次の、あ、耳の日記を手に入れました。ほう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 。日記をどうするんでしたっけ。日記を配置する、配置する、ここでいいのかな。あ、いけました。はあ、日記、あ、日記が読めます。おー、6ページ分あります。 あ、なるほど。ちょっと待てよ。ね、うん、スライドっていうのをここでどうやら設置するみたいなんですよね。はい、スライド、これでいろいろ切り替わっていくんですけど、うん、スライドが2、3、4、5、6枚。6枚。ああ、なるほど。多分私が日記で書いてある順番を言って、その絵を順番に並べていくんじゃないですかね、うん、かな。はい、でね、さらにそのスライドに、うん、全部4マスの、うん、があるんですよ。Windows みたいな、私もあります、うん、そうあります。じゃあこれか。でもこれ、僕こっちで何ができるんだろう。いや、僕は伝える側なんだよね。あ、でも私も読むことしかできないです。読むことしかできない。ちょっと待ってよ、ヒントなんか変わってるか。そんなことないな。そう、まあ、違いそうだよな。まあまあ、スライドに関する、あ、じゃあスライドの内容を言った方がいいですかね。私が多分言ってかな、かな。1枚一回読んでみますね、こっちに。あ、はいはいはい、はい、1ページ目が、子どもの頃私は蜂に襲われた。はいはいはい、姉と姉はただ嘲笑っているだけだった。いるだけだった。でもこれに対してね、何もできないんだけど。あ、そうなんですね。ただ、私鉛筆かな。鉛筆。あ、ちょっと待って。あ、取り消したい。あ、しまった。変なところ。なんか私、Windows の部分塗りつぶせました。うん、あ、なるほど、そういうことか。はい。はい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 。消せる？消せないです。あ、消せる。なんでだろう。適当に書いちゃった今。右下が塗りつぶされてる、その蜂に襲われてるやつは。あ、書き換えられました。右下。あ、よかった。あ、いけました。オッケー。そんな感じですね。なるほど。じゃあ僕次のやつが、うん、チェスをやってるお兄さん。チェスかな。あ、チェスに負けた時、私の最初の人生が終わりを迎えると知っているっていうのがあります。それか、じゃあそれが左上が塗りつぶしてある。はーい、 OK です。え、次はね、なんて言ったらいいの、影、もう全身影の目だけが光ってる人が、うん、なんかこっち見てる。
やっぱ私が読んだ方が良さそうですね。そうだね文章なので私の方そうかそうかそうだもんね。そうですそうですじゃあこちらいきますね。はい、はい、愛だ彼女は私を傷つけて私の元を去った。正解だよ。愛だ私を傷つけ、この人かな。女性が一人こっちを見てるだけの絵があるんですよ。あーなるほど。じゃあそれでしょうね。かもですけど、他のもうちょっと分かりやすいやつ探してみますか。他がね、ない。女性にまつわるものがない。あ、でも娘のローズの誕生日はあるもん。そうかそうか、そっちの文章の方でね。あ、そうです。娘のローズの誕生日、赤ちゃんを抱いてる男の人がいて、それは左下が塗りつぶされている。あ、それっぽいですね。なるほど、娘だから左下ですね。はい。はい、OK です。では私は未来との接続を確立するためこのキューブ型の装置に取り組んできた。あ、なるほど。これは明らか装置をいじってるやつがあるんで、それは右下、はい、右下ですね。はい。で、あ、あと残ってるのが私の暗い魂は未来で生き続ける。あ、それが影のやつですかね。そうだね。はい、これは右上。右上。OK です。じゃあ最後の、あの、彼女は。女性か。はい。も右上。右上。OK です。OK。開きました。OK です。外科用メスゲットです。で、これで、お肉？お肉をちぎるんでしょうね。ねえ。やだな。え？くー。え、ちぎれんのか？あ、メスを手に入れたんで。そうかそうかそうか。取ります。はい、どうぞ。で、うわあ、取りました。待ってるんだよな。オッケーです。じゃあ耳も設置します。はい。え、今ご遺体に肉が、あ、それらの部位がないってこと？ないです。取れました。ああ、そう、あ、そう、あ、そうかそうか。そうです、そうです。はい、あとは血ですね。血ですね。じゃあ血。8の6を解除中。私の方、血のところにマークと、文字列があって。文字列？はい、6桁の数字とアルファベットが混じってる文字列があります。8にアクセスする。印刷物の情報を過去にいる人物に伝え、隠し収納部を見つける。血を手に入れるらしい。隠し収納物とは。あ、開いた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 。あ、で、キーパッドみたいなのが出てきましたね。ただし簡易的。 XYZ123。 あ、 OK です。 OK OK です。あります。お、じゃあ読み上げていきます。6桁。あ、はい、はい、まず 2Y、 2Y、 3Z、 3Z、 1X、 1X、 あ、ウィーよーし。は？プリントアウトされてきたレシートみたいにカラスの目にメッセージが隠れている。お、OK です。カラスですね、うん、カラスの目に、あ、ありましたありました。次似たようなまた数字とアルファベットが出てきたんで、それに書き換えですかね。ああ、うん、かな。じゃあ行きますね。はい、はい、Y3、 Y3、 X1、 X1、 Z2、 Z2、 ウィーン。自分の姿にメッセージが隠れている。自分の姿って、で、鏡かな。怖いやつよね。うわー、鏡が血みどろになって、文字が出てきました。また同じようなの。ほう。じゃあ行きます。はい。31。31。2Z。2Z。YX。YX。プリ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 。あ、なんだ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 。イラストが来やがった。何これ、どうやって言えばいいのこれ。
なんだろう、部屋の見取り図、上から見下ろしたような感じで、はいはいはい、多分下があれなのよ、棺。あー、じゃあ棺に背を向けています。今向けてるで、はい、そのまま右を向いてもらうと多分丸テーブルとかあるところなのかな。はい、あります。でそこの、なんて言えば、カッキーさんから見て左の方に、はい、炎が灯ってるマークが出てるんです。あ、はい、ストーブがあります。でさらに、カッキーさんから見てる右側に、うん、棚らしき四角形があって、そこに矢印が書いてある。わ、日記を置く場所、開きました。ベベベベベ、あ、開いた。また YZXZ とか出てきた。あー、はいはいはい。あとはサジが出てきたのでスプーンで血を食うんですよね。あ、なるほどね。はい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 、じゃあ伝えますね。あ、OK。 はい、 XZ XZ、 はい、 Y3 Y3 12 12。はい、ブリ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 。熱いスープを食べると贈り物を見つけることができる。あ、熱いスープ、なるほど、冷めたスープを温めるんですね、きっと。ははははは、ストーブで。はい、熱くなるかな、これ。あ、温かいスープを食べると温かくなる。ほうほうほう、注いで食べる。あ、食べると贈り物を見つけることができる。見つけました、贈り物。なんでなぜすごいな。なんだこのサジって、自分で食べるようだったのか、血じゃなくて。ね、ね、ね。あ、綿棒と、綿棒と瓶が出てきました。ほう、あー、え、スプーンですくった方が早くねえか。まあ、鼻に突っ込むんでしょうね、綿棒。やだー、いやだー、いきます。はい、くっ、いたー、くっ、くっ、押し込みます。あ、どうぞどうぞって、私じゃないんだけど。あ、私の、あ、優しすぎましたか。オッケー、救いました。優しすぎましたか。力加減があったの。はい、力加減させられました、ドラッグで。あ、そういう。あ、嫌ですよ。よし、カコスケの方がなんか辛いですね。辛いですね。辛い項目が多いですね。ですよ。え、うん、これで3つ手に入れた？なんか出てきました。3つ手に入れて装置に設定したら巻物が出てきまして。巻物？はい、あ、手紙です。またお父さんからの手紙で、1126年の、はい、親愛なる我が娘ローズへ、この手紙を見つけたということは、私が取り組んでいた装置を起動させたということだ。正しい方法で使うと、1984年にいる人物を助けることができる。蘇生のプロセスを開始するために、骨、肉、血を未来に転送することがお前の仕事だ。あれ？あ、アジさんを救おうとしてるんですか、ひょっとして。ねえ。そうだったのか。1984年でね、うん、どこで言おうかタイミングを逃し続けていたんだけど、部屋がね、はい、なんとなくだけど最初よりだんだん明るくなってきてるんですよね。なんだろう、なんだろう、なんだろう、転送、はい、1984年4年のところにまた線が引いてあるから、最初に入力したところを1984年にしたりとかできますか。できるのか。あのね、私が多分歯をはしょったせいかし、え、でも血とかも消えてないな。なんだろう、モニターの表示がね、変わらないんですよ。ほうほうほう。私は今コインを手に入れたので、このコインを手に使って何かするのかも。かも。よっこいしょ。ちょっと待ってくださいね。こっちで何かできないか、うん、なんか探して。てみます。コインが手に入ったけど、いや、特に何もできそうにない。さっきの1900、さっきのなんか歯が気になって仕方がないわ。あれあれ、でバグ引いちゃいました、ひょっとして。あ、1984年
できるかちょっと試してもらえますか、うん、あ、それがね、あの入力画面に行かないんですよ。うーん、そっか、もしか PC 切っちゃう強制終了、あ、できない。あー、この血とかをそちらに送るのが目的、送るってなってくると、さっきの一番冒頭のマッチ箱的な演出になってくるわけですもんね。あー、そうですね、そっかそっかそっか、マッチ送ったもんな。そうよね、そうなるとなんか、うん、あれなのかな、私のミスが意外と痛恨だったのかなでもね、あの血とかのあれをやったとしても、うん、あれなんですよ、別に項目が消えるわけじゃないんですよ、こっちの方、うん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 、モニターがね、はい、だからどういうこっちゃ、あれ、なくていいと私は思うんですけどね。ねえ、いいであってくれいう感じなんだけど、どうしようかな。じゃあなんか触れるにもかかわらず触っていないだけなのか。でも PC 触れないぞ。あ、エンターキーを押して確定する。あ、よかったよかった。あのね、過去にいる人物は骨を手に入れましたかとかいうふうに。なるほど、あ、一回一回こっちでチェックにしなきゃいけないんだ。なるほど、じゃあよかったよかった、じゃあ全部手に入れたから、うん、これでエンターキーで、1984年なんだね。そうです、1984年です。で、8に、あ、これ関係ない、で完了、 OKOK で、過去にいる人物が3つの物質を手に入れたことを確認してください。未来の年を入力してください。で、1984年、はいはい、で、エンター。あれ、ん、木が生えてきた、木が生えて画面の中で、で、カセットテープが出てきましたよあー、OK です。で、カセットテープを挿入し、時間を伝える、チェス盤を開く、2人でチェスのゲームを完了する。え、 OK です、チェス盤あります。 OK、 じゃあ、はい、ちょっとカセットテープを聞いてきます。はい、お願いします。カセットテープ、え、あ、ん、14時35分 OK、 14時35分。で、なんか音楽がブッ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 って、うわー、すごい乗ってますね。そう、めっちゃ乗ってる、クラブミュージックですね、これ。そう、あ、そっちにも伝わってるんだはい、伝わってて、こっちのものがいろいろ揺れてるので、振動で、あ、あ、なるほどなるほどなるほど、何か鳴ってるような気がします。あれあれあれ、なんか暴れ出したぞ。あ、ちょっと待って、あ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 、なんだなんだなんだ、花瓶が割れました。僕もね、ドライバーが転がってきた。あー、オッケー、これドライバーだよなって思ってたやつがあるんで、ちょっとそこ開けてみます。はい、私も鍵手に入れたんで開けます。おい、よこいしょ、お、チェスゴマが出てきました。そして音楽が止まったですね。しかもね、あのドライバーがね、こっちでマウスで回さなきゃいけないんです頑張ってくださいあ、で、チェス盤が出てきたよ。おお、じゃあお互いチェスをするんですね。おお、で、これチェスっていうかオセロ、いや違うよな、縦の列が手前から1から6ってなってて、で、手前には横向きに ABCDEF まで並んでる。そうですね、 6×6 のマス、同じです、同じです。はい、で、黒のコマと、あれ、黒のコマと白のコマがあるんだけど、はい、白だけ僕なんか触れるんですよ。うんふんふんふん、私は黒だけ触れると思います、多分。ああ、なるほど。はい、え、何すんの、どうするんだろう、どうすんあれ、これをなんかヒントあるかな。あ、なんかね、白をドラッグして動かそうとして適当なとこを置こうとしたら、右上の赤ランプがブブッとか言って、あー、じゃあなんかそこじゃねえよみたいな、日
決まってる場所があるんですね。あるのかな。ん？それを伝える？え、そんなヒントある？あるかな。あるかな。きっとあるんだよ。ねえ、あるんでしょう。ね。お？カッキーの方には白と黒のま、あ、駒がある？ありますよ。白は今どこにいますか？今は A6 です。 6A A6？ あ、じゃあそこに私が置くのかな。あ、なるほど。あ、いったーー。で、カッキーさんが動いて、うんうん、E 声裏返っちゃった。あのE の5 E の5、はい。お、動きました。白がほ A の3に動きました。 A の3で、カキは E の1、はい。白が動いて F3 です。 F3 で、C の3、 C の3、はい。D の1、 D ですね。 D の1 で、C の6、 C の6、はい。D の6に来まして、 D の6、 隣り合わせ、はい、で出てきたぞ。で、また赤いフロッピーディスクを手に入れました。お、やったやった。こっちはコインが手に入りました。コイン、あれ、またネズミが来てる。ダメだよ、それ食べちゃう。とりあえず追い払っておこう。よく出てきますね。ねえ、なんなんだ。あんまし過去と違ってこっち演出が薄いから。うん、だからちょっとネズミちゃんがにぎやかしてくれてるんですね。手助けですね。じゃあフロッピー入れてみた。電力サーチプログラムを読み込み中。はい。過去にいる人物が亡くなった人物の目にコインを配置します。あ、OK です。だって、ただし警告、これにより魂が堕落する可能性があります。うわうわー、あー、起きますね。クッキークリッカーのグランマがあれになっちゃうみたいな感じ。堕落しちゃう。うわ、怖っ、怖い。いきます。はい、せい。うわー、怖ー。堕落った。堕落りました。真っ黒になって、真っ黒になりました、死体が。うわ、ちょっとやめて。怖い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 。うわ、ちょっと待って。過去で、過去つけはすごい大騒ぎになってるぞ。あれ、ハイハイでどっか行く。あれ、ハイハイっていう、そういう可愛いもんじゃない。ちょっと、あのストーブの煙突に今くっついて、ストーブを登ろうとしていますよ、これ。おお。あ、登ってた。あ、こっちに行ったりしないかな。いや。穏やかな。救われる側。あ、また他のところに来ている。常に移動してる。うん。で、僕の方の指示の、あ、なになになに、もうすぐだって言ってます、黒の。もうすぐだ。これがあれかな、こっちのモニターが変わって、電力サーチプログラム始動で、このプログラムにより電圧スパイクが発生します。このエネルギーを正しく使うことで過去と未来をつなげる金のキューブが作られます。でエンターキーを押して続けます。ちょっと押しますね。はい。電圧スパイク、あ、なんだなんだ、警告音が鳴って、ちょっと待って、なんかやべえ感じになってる。いや、こっちは私を助けてくれって言ってる。この人を助けたいのか。怖い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 。それ私なの？ですね、こっちの方にいろいろヒントが出てきて追加で。ほう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 。はい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 。今までのギミックを使ってやるやつっぽいです。あー、っぽいね。まず、ストーブの通信も変えられます。肺炎量って書いてあるわ。はい、あ、ですね。肺炎量いきますか。はい、視覚的な接触をも、視覚的な接触、あ、このレンズを覗いてかな。あ、OK です。視覚的なんかね、3つ出てるんですよ。肺炎量を調整する、6個のスイッチを切り替える、うんうん、視覚的な接触を立つ、あ、立たないといけないんですね、うん、装置のコアを保護する、ヒューズを設置し、電力サーチのハンドルをアンロックするらしいです、うんうん、じゃあ肺炎量いけばいいかな。ですね、上からいきましょう。うん、肺炎量準備できたりってください。OK、はい、です。はい。
じゃあ一番上から真ん中。真ん中。左。左。右。右。OK です。です。はい。お、なんか、あ、ヒューズが出てきた。うん、で、もう一個は、6個のスイッチを切り替える。切り替える。6個のスイッチ。あ、OK です。上の段が下、上下みたいな、そういうやつです。はい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 、はい。OK?OK、はい、OK ですか、うん、じゃ上が下、上下です。下、上下。はい。で、下が下、上、上です。下、上、上。はい、OK。はい、で、ヒューズをゲット。どうやら3ついるみたいだから、あと1個。で、かレンズを。はい。レンズのやつ。接触を立つ。はい。あれ、接触、ああ、そうだな。いきますね。はい。2時の方向に矢印。2時に矢印。はい。はい。6時に十字架。6時に十字架。十時に黒点。はい、OK。あれ、はい、なんだ、カキがゆら、カキ後ろに人いるよ。黒い人がいるんですよ、ずっと。あ、ずっと、じゃあこれ、立つって触ればいいのかな。あ、うん、いいのかな。なあ、黒い人が近づいてきて、あ、はい、押し出された。あー、オッケー。これでヒュースを3つ手に入れることができたんで、さっき警報音が鳴り始めたところにちょっとヒュースはめてきますね。はい、お願いします。パコンパコンパコン。あ、なんか開いた。なんだ、こっちの箱の側面が。で、電力サーチのハンドルがアンロックされました。引くとプログラムが終了しますらしい。あれ、じゃあもう終了なのか。え、ハンドル引いちゃっていいのこれ。なんですかね。いい、はい、OK です。じゃあ引きます。はい。ガチャゴン。あ、バチバチ。あ、なんだなんだ。15時20分。あ、15時20分ですね。めっちゃ火花散ってるんだけど、これ。わー、火花散ってます、こっちも。おお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 お、どうすりゃいいんだ。あ、こっち黒い人物がなんか儀式的なことをしてます。あ、で、過去にいる人物は時間を15時20分に設定しましたか。はい、いい絵がありました。はい、しましたよ。はい、過去にいる人物は金のキューブを作成し、キューブ型の装置にはめ込みましたか。まだです。まだ。ちょっと待ってください。1984年からのエネルギーを使う必要があるって言ってます。はあ、新たに、いいね、あ、まだ言ってます。なんか新たに左とのつながりを築くのだ。金のキューブで。あ、金のキューブが、あ、出来上がりました。あ、できた。はい。はい。で、キューブ型の装置にはめ込みましたか？装置？あ、ここかな。はめ込みます。はい、はめ込みました。アジさんが見えている気が、はい、じゃあこれはいでいいのか。はい、はい。2人が下向きボタンを10秒間押します。あ、同時に長押してください。はい、じゃあせーのでいきますか。下向きボタンってこの矢印キーの下でいいのかな。あー、そうなんじゃないですか。私も押せるものあるので下向きボタン。あ、ほんと。はい、じゃあせーので行きましょうか。はい、行きましょう。せーの。はい。ま、10秒間ですよね。10秒間。まあまあ長い。10秒。あ、なん、ここ。おー、いた。キューブが多分そちらに送られています。大丈夫か？あ、すごい。あ、全然映像が違う。未来と過去の表示が行ったり来たり。未来第2章になった。あ、が第2章になった。うわー、うそー、知りますか一回。ねえ、ほ、あ、まあいかにもさっきの続きといった感じで、うん、未来の物語、まあ2章でつな、あ、構成されてるとはなんかストアには書いてあったんだけど。そっかそっかそっか。なるほど。じゃあ長女とかそういうのは関係なかったってことなのかな。うん、長女も、うん、終わった後試してみたいですね。ね、じゃあとりあえず第1章を交えたということで、はい、なんと
なんか想像してたのとちょっと違う。いや、いい意味でだけど。うん。うん。なるほどね。いかにも協力してっていうか、解いてますっていう感じがしていいですね。うん、ね、楽しいですね。ね、そう。これで、途中であった1984年、いや、今僕がいる未来には、うんうん、現代から言うと相当過去ですけどね。1984年。ね、で、にいる僕はなんか囚われてる風なことも言われていたので、うん、うん、それで救われ、そして過去の人はそれがどう影響していくのかですよね、はい、ですね、ね、物語も気になるところですが、まずはね、うん、第一章クリアということで今回はここまでにしておきましょうか。はい、そうしましょう。はい、はい、ということで、じゃあ次回は第二章を頑張っていきましょう。はいはい、では今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。